現役ドラフト。現役ドラフトとは、飼い殺しを防ぐため出場機会に恵まれない選手を他球団が獲得できるようにするため考案された制度で、現在導入について議論が進んでいるんです。そこで一つの疑問が生じました。現役ドラフトによりプロ野球界はどう変わるのか。というわけで今回の動画は現役ドラフト導入について解説したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。現在のプロ野球の問題。現在のプロ野球の仕組みでは、移籍の手段が FA、トレードなど限られた手段しかないため、移籍の流動性が低く、球界人的資源が有効活用されていない問題があります。例えば元新人王の外野手がいるとします。彼は2年目以降パッとしない成績で、ここ近年は2軍暮らしが続いています。その間チームの外野手層は厚くなり、2軍で結果を残してもなかなか1軍に上がることができません。いわば飼い殺し状態となっているんです。もし外野手層の薄い他球団に移籍でき、環境を変えることができたとしたら、その外野手は再び活躍できるかもしれない。そんな選手を救済するため、選手会は現役ドラフトについて3年ほど前から NPB と協議を重ね、20年中の導入を目指していましたが、新型コロナウイルスの影響で議論がストップ。そして約1年半経過した先日、9月1日に協議が再開されました。現時点での構想、現時点で正式発表はありませんが、20年1月に NPB が選手会に提示した案を各紙報道しています。その内容とは、実施時期はオリンピックでシーズンが中断する20年7月末から8月の間の期間、球団が支配下選手8人の名簿を提出し、その選手がドラフト対象となる。ただしそれまでにトレードを行った球団は、トレードで移籍した人数を差し引けるが、最低6選手は名簿に記載する。各球団は最低1人の選手を指名するが、指名のなかった選手名は非公開とする。しかしこの案について、選手会はいらない選手の押し付け合いになるだけと反発。元ロッテ里崎氏も、早めの戦力外選手の見本市になってしまうと警鐘を鳴らしているんです。球団側はできるだけ選手を出したくない。しかし当初案の1チーム8人となってくると、1つの球団で8人ぐらいは戦力外になるので、早めの戦力外選手の見本市になってしまう。現役ドラフトも合ってないような制度になってしまう。本来現役ドラフトをやる意義は、出場機会に恵まれない力のある選手を救済することです。例えば2016年オフに巨人から日本ハムに移籍し飛躍を遂げた太田大志選手みたいな選手が、現役ドラフトによって多く生まれることが理想。しかしこの NPB 案では、対象人数が1チームあたり最大8人しか適用されず、さらに球団に選択肢があります。昨年1チームあたりの平均戦力外人数は11人なので、それより少ないです。よって里崎氏の指摘通り、現状の案では戦力外選手の見本市化してしまい、太田選手のようなクラスの選手は一人も対象になりません。そのため選手会は1軍の登録日数などによる自動リスト化を要望しています。では海外ではどのように実施されているのでしょうか。 MLB のルール5と KBO の二次ドラフトを例に見ていきます。 MLB ルール5ドラフト。まずルール5の説明に入る前に、 MLB のシステムについて簡単にお話しします。 MLB の登録選手は40人、これを40人枠と言います。試合に出れるのは26人、26人以外の選手はマイナーに所属。 MLB は選手を簡単にマイナーに落とすことはできません。40人枠から外してマイナーに落とすには、マイナーオプションを行使するか DFA を使う必要があります。マイナーオプションは各選手キャリアを通じて3シーズン分あり、ゼロになるとマイナーに落とせません。それでも落とすには DFA をする必要があります。 DFA とは、球団が選手を一時的にロースターから外して他球団に譲渡可能な状態にすることで、 DFA をすると10日以内にトレード、あるいは解雇して放出するか、ウェーバーにかけてどこの球団も獲得意思がなければマイナーに降格させることができます。現在パイレーツで活躍する筒香選手は、今年初めに所属していたレイズを DFA になり、ドジャースとメジャー契約を結びました。マイナーで放置もできない。じゃあ DFA 避けるために、若手はマイナーで成長させておけばええやんという声が聞こえてきそうですが、それはダメなんです。なぜかというと、一定期間マイナーに放置するとルール5ドラフトの対象になってしまうからです。ルール5ドラフトとは、有望選手が十分な活躍の場を与えられず、マイナーで半ば飼い殺し状態になってしまうことを防ぐため、他チーム所属の現役選手を示し獲得できる制度です。ルール5は毎年12月のウィンターミーティング最終日に行われ、対象は40人枠に入っていないマイナー所属で、18歳以下入団、入団から5年経過した選手、19歳以上入団、入団から4年経過した選手です。指名後、指名した球団は指名選手の元所属チームに10万ドルを支払わなければなりません。また獲得した選手を1年間アクティブロースター26人枠に入れる必要があります。そのため獲得する側は、何でもかんでもというわけにはいかず、メジャーリーグの戦力としてある程度計算できそうな選手を選ぶことになります。ルール5ドラフト実施前になると、多くのチームが指名されたくない自軍選手とメジャー契約を結んで40人
人枠に登録し、代わりに何人かを DFA などにして枠を空けます。この結果、40人枠に入った有望選手の出場機会や年俸が増えるため、ルール5ドラフトの実施効果を高めているとのことです。 KBO 二次ドラフト。韓国プロ野球界 KBO でも MLB のルール5にあたる二次ドラフトが実施されています。韓国の二次ドラフトは2年に一度11月の実施。プロテクト40人のほか、 FA 権を所持する選手、外国人選手、プロ1、2年目の選手も二次ドラフトでは指名できません。実施方法はウェーバー方式で3巡目まで行います。指名した球団には指名順ごとに異なる保証金が発生し、1ラウンドは3億ウォン、2ラウンドが2億ウォン、3ラウンドが1億ウォンを元の球団に支払う必要があります。ルール5と二次ドラフトの比較表です。 MLB はロースター枠、DFA という複数の制度が混じり合ってルール5が機能していると考えると、 NPB に近い韓国の二次ドラフトを参考にするのが現実的かもしれません。元ロッテ里崎氏も自身のチャンネルで KBO の二次ドラフトを参考にすべきだと語っています。だから俺この韓国のやり方いいと思うんだよね。そこで二次ドラフトのルールを適用した場合、人材の宝庫ソフトバンクの対象人数は何人になるのか調べたところ、支配下選手70人のうち FA 取得選手11人、外国人選手7人、 1,2 年目の選手11人、そしてプロテクトを40人を引くと対象人数はたったの1人になってしまいます。続いて巨人も見ていきましょう。支配下選手70人のうちFA 取得選手9人、外国人選手7人、1年目の選手15人、そしてプロテクト40人を引くと対象人数は0人になります。また二次ドラフトのように育成選手を対象外にしてしまうと、人的保障の抜け道のように有望選手を育成に落として指名対象外にすることも考えられます。なのでもし二次ドラフトを参考にするのであれば、いいところは取り入れつつ、プロテクトの人数を20人ほどにしたり、1年以内に育成に落とした選手は対象にするなどのアイデアが必要ですね。導入後のプロ野球、もし NPB に現役ドラフトが導入されると、今後プロ野球はどのように変わっていくのでしょうか。考察します。トレードが増える。もしルール5のようにトレード選手は対象から外れるとなれば、どうせ現役ドラフトで他球団にタダで取られるならトレードに出した方がいいと球団は考えるので、トレード数は増えると考えられます。レベル差が縮まる。現在のプロ野球は移籍の流動性が低いため売り手市場になります。そのため市場に出た選手を各球団取り合うため年俸は高騰し、自チームの弱点を補強するとなると大金を積まなければなりません。現役ドラフトを導入するとお金がない球団でも合理的な金額でポジションを補強できるので、球団間のレベル差は縮まると考えられます。ベテランの移籍。現役ドラフトの対象となる選手は若手から中堅選手のイメージがありますが、仮にチームの成績が低迷していて来年から若手に切り替えたいとなると、主力のベテラン選手をプロテクトから外し現役ドラフトの対象選手にするケースも想定されます。KBO ではチームの顔であるベテラン選手が二次ドラフトの対象になり、他球団に移籍して活躍することもあるみたいです。プロ野球ファンの楽しみが増え、新たな選手を獲得することはファンの関心を引きつけます。プロ野球の移籍手段であるトライアウト、FA、人的保障、トレード、ドラフト、新外国人はコンテンツ力がものすごく高いです。当チャンネルの再生数上位も移籍をテーマに扱っている動画が上位に入っています。今後そこに現役ドラフトという新たなコンテンツが生まれることで、ファンの楽しみがまた一つ増えることになります。 NPB の立場からしても試合がないところでの話題が増加することはメリットだと考えます。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、 Twitter も開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。